作家、北原みのりさんの連載、女の話はありがたい。今回は、羽生結弦さんの入籍宣言について。羽生結弦が苦手だ。などといえば、日本全国どころか今や世界中の反感を買いそうだけれど、女は意外に、羽生結弦が苦手なのではないか。羽生結弦さん個人のことではなく、羽生結弦というプロジェクトに対する苦手意識のようなものだと思ってほしい。結婚の報告を読んで、やっぱり、羽生結弦が苦手、という以前からどこかで感じていた気持ちがムクムクと湧き上がってしまっている。あんまりモヤモヤするので、なぜ、羽生結弦が苦手なのか、言語化してみたい。率直に言えば、羽生結弦はとても重たく、そして直視するには、あまりに痛々しいのである。これは、羽生結弦だけでなく、幼い頃からスポーツ一本の世界を生き、凄まじい努力、本人だけでなく家族も、によって頂点に立ち、無数の人々に影響を与え、巨額が動く世界を背負い、一つ一つの勝敗によって激しく人生が揺さぶられ、多くが20代で、引退を迎えるスポーツ選手に共通する悲壮感だとも思う。とはいえ、羽生結弦の場合は、その悲壮感すらも羽生結弦というプロジェクトに織り込み済みのパッケージに見えてしまうモヤモヤがあり、それゆえに痛々しさが募るのかもしれない。例えば、今回の結婚の報告がそうだ。世界的なスーパースターとはいえ、普通に二人で幸せな家族を作ります。温かく見守ってください、くらいの軽さで良いはずなのに、そういう文言は、羽生結弦の結婚報告には一切ない。今日も、人生をかけて、羽生結弦のスケートを深め、一生懸命に努力を続け、進化していきます。とか、今後の人生も、応援してくださっている皆様と、スケートと共に、全力で、前へと、生きていきます。などと、羽生結弦、プロジェクトの主が、一男としての羽生結弦の不祥事を誤っているかのような重苦しい雰囲気に貫かれている。個人としての羽生結弦が結婚しても、羽生結弦は永遠なのでご安心ください、という宣言にしか読めないのである。さらに言えば、もっと気楽でいいのにと思わせる緊迫感が、羽生結弦にはある。羽生結弦さん本人だけでなく、羽生結弦お前に緊張や感激のためか声を震わせる取材者などがいるほどだ。そういう空気があるのだろう。なぜそういう気持ちになってしまうかといえば、羽生結弦さん自身が、羽生結弦の大きさに振り回されながらも、羽生結弦が偉大なプロジェクトであることを自覚し、それを躊躇なく語り続けてきているからだろう。実際、競技から退く記者会見で、羽生結弦さんはこう言っている。僕にとって、羽生結弦という存在は常に重荷です。すごく重たいです。いつもいつも、羽生結弦って重たいなと思いながら過ごしている。もっといい、羽生結弦でいたい、羽生結弦という存在に恥じないように生きてきたつもりです。こんなことを20代の若者に言わせるスポーツって何なのだろう。と、ただの一般人の女としては不思議な気持ちになるのである。あまりにかわいそうではないか？もはや、フィギュアスケートが好きだから滑っているという伸びやかさや軽さは、羽生結弦にはない。東北を背負い、ジャパンを背負い、羽生結弦というプロジェクトを背負う真剣。それはスポーツというより、アスリートとしての羽生結弦を別人格に置くことで自分を守り続けた一人の人間の儀式めいた何かに参加させられているような気持ちになってくるのである。羽生結弦さんの演技が侍の儀式のようにしか見えなくなったのがいつ頃だったか、羽生結弦さんが自身のことを羽生結弦とフルネームで呼ぶのが気になるようになったのがいつ頃だったか、もう忘れてしまうくらい前のことだけれど、羽生結弦という存在は、王座に座り続けることでしか存在意義がないとされる競技の世界の残酷を私たちに突きつける。その残酷すらショービジネスとして、私たちは楽しむべきなのかと重たい問いを突きつけてくる。とはいえ、羽生結弦の重たさは、そういった重圧から来るものだけでなく、彼の容姿やその演技からは一見かけ離れているように見える日本的な男らしさが見え隠れすることも大きな要因だろう。この度、私、羽生結弦は入籍する運びとなりました。羽生結弦の結婚報告は、この一文のみだ。その後に続く文章では相手の女性について一切触れない。そのことをもって、妻をメディアから守るための配慮、と絶賛する人もいるが、不自然なほどの妻の不在は、妻となる人が生涯、羽生結弦の妻、というポジションでは社会に出てくることを、羽生結弦、として許さない、という決意と緊張感を与えるようにも読める。今までと変わらずに、羽生結弦は、羽生結弦、であるとの宣言も、羽生結弦、が何よりも優先されるべき結婚生活を送ることであると暗に知らしめるように感じるが、男の偉大な仕事、が優先されるべき結婚というものが、妻にとってどのようなものになるのかは、
フェミニストとしては様々な事例から不穏なものを感じてしまうのである。重たいよ、女にとって、羽生結弦というプロジェクトとの結婚だなんて。ちなみに、結婚とは、入籍ではなく、新しい籍を二人で作ることである。夫の籍に妻が入るという戦前の戸籍のイメージが継承されているため、入籍という言葉を未だに使う人はいるけれど、20代の若い男性があえて入籍というのを聞くと、そもそも男性にとっての結婚とは、名前も変えず、生き方も変えず、本気で俺の籍に嫁が入るくらいのものなのだろうなぁと目が遠くなる。ジェンダーを越境する魅惑的な演技で世界中を虜にした羽生結弦のジェンダー感を知りたくないと思っている私がいる。ところで、新しい時代のスポーツ界のスター、大谷さんにはなぜ悲壮感がないのだろう。大谷さんは自分のことを大谷とか言いそうもないのはなぜなのだろうか。大谷さんは、妻と対等な結婚をしそう。と期待させてくれるのはなぜなのだろう。大谷さんのことを考えるとなんだかワクワクしてしまう。そんなことも、新しい日本の男らしさを考える一つのテーマかもしれない。羽生結弦の入籍をホームリンクも祝福、これからも末永くお幸せに。4日に自身の SNS で入籍を発表したフィギュアスケート男子で五輪2連覇を達成したプロスケーターの羽生結弦28に対し、ホームリンクから祝福のメッセージが寄せられている。羽生結弦が練習拠点とするアイスリンク仙台、宮城、仙台市は8日、公式ホームページに羽生結弦様おめでとうございます。いつもたくさんの幸せを届けていただきありがとうございます。これからも末永くお幸せに、そして喜びに満ちた人生になりますよう心よりお祈り申し上げます。アイスリンク仙台スタッフ一同インストラクター一同、原文ママのメッセージを掲載した。ファンからは、アイスリンク仙台さんから羽生結弦選手へ祝福のメッセージ。羽生結弦選手をこれからもよろしくお願いします。アイスリンク仙台さんからのお祝いの言葉、わーなんか泣ける。よかったよかったねー。素敵すぎます。素敵なメッセージで嬉しいですね。などの声が上がっている。かねて羽生結弦は同リンクへの寄付活動を行っており、先月25日には5,588,1272円の寄付があったと発表。総額は8,733,406円になったという。